窓辺にてから今泉力也さん、稲垣吾郎さん、中村ゆりさん、そして玉城ティナさんでございます。はい、ありがとうございます。では窓辺にてを代表いたしまして稲垣吾郎さん、一言お願いいたします。はい、皆さんこんばんは、稲垣吾郎です。寒い中ありがとうございます。で、今日はそうですね、こんな国際色豊かな東京国際映画祭、お招きいただきまして、とても感激しております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、長日頃さん、ありがとうございます。それでは皆様、左手の方のレッドカーペットの方にお迎えいただきたいと思います。二人に挟まれてレッドカーペットっていうのもちょっとまた格別なんじゃないですか。格別ですね。二人とも、いやいやいや、でも二人とも結構薄着というか、ドレス。本当はね、僕が温めたいんですけど、怒られました。残りました。気持ちだけでも、はい。いかがですか、レッドカーペット。私初めて撮影してもらったんですけど、本当にたくさんのゲストの方がいます。稲垣さんもおっしゃってましたけど、本当に素敵なドレスで、ちょっとお腹のあたりも少しセクシーな感じで、どのように選ばれたんですか。そうですね、体のラインが綺麗に見えるといいなと思った。右に裾もすごい素敵な感じなんですね、はい、ちょっとスリットがもうちょっと入ってます。寒いですよね。はい、大丈夫です。後ろ、ブーブーになりますので、ちょっと動きのある方に手を打っていただけますと助かります。